はい、皆さんこんにちは、マギの SFV です。今日はね、キャシーさんは、まあ、コロナの影響とかちょっと移動がね大変なんで、しばらく一人で撮影をねしていきたいなと思っています。まあ、今までは、ね、二人でこう会話してたから、まあ気軽に話せたんですけど、これからは皆さんと会話するようなね形でやっていけたらなと思います。それとともにね、このスタイルも一新しました。今日ね、かぶってるのはね、このカラステングの面ね、カラステング、これは仏教でいうとカルラテンですね。天部八部衆というの中の一人ですね。それでカルラテン、じゃあなんでそのカルラっていう名前ついてるのかっていうこと、これはもともとはヒンドゥー教の神様なんですね。ヒンドゥー教の神様のガルージャっていう、顔がこういったね鳥の形をしていて、体は人間の体をしてるんですね。あと大きな翼があって、でヒンドゥー教の世界ではですね、上にヴィシュヌ神っていう神様を乗せて、ヴィシュヌ神の乗り物としてね、活躍されている神様です。じゃあその神様って乗り物だから、ね、そんなに力はないのか、まあそういうふうに思われる方もいるかもしれないですけれども、とんでもなくてですね、実はなぜヴィシュヌ神の乗り物になったかというと、そもそもヴィシュヌ神と戦ったんですよ。でその時にもう力が互角、まあ、言うてもヴィシュヌ神もヒンドゥー教の世界では三大神っていうのがいて、シバ神、ブラフマ、あとはヴィシュヌ神ですね、もう三強ですね、スリートップ、そのうちの一人と互角、まあ、フォートップになるじゃないかみたいなイメージもありますけれども、それぐらい強い神様なんですよただし、そのヴィシュヌ神も戦って全然互角だったので気に入ったと。で、じゃあ君に僕たちよりも上の位の位置ですね、天空の位置を与えるから、その代わり僕の乗り物になってくれというふうにお願いしたんですね。そしたら、まあ、ガルダも分かったと。じゃあ僕のこの特技を生かしてあなたの乗り物になりましょう。そういう形でヴィシュヌ神とガルダの絆っていうのはね深まったと言われています。それでね、例えばね、バリのね、南の方に行くとですね、まあ、一つ巨大なバリヒンドゥーのテーマパークがあるんですけれども、そこにはね、超巨大なそのガルーダとヴィシュヌ神の、像ですね、もう中にも入ってエレベーターに乗ってね、こうヴィシュヌの額からかな、もう、バリのいろんなところを見渡せるというね、巨大なね、巨像もねできています。なんでね、興味のある方は一回ね行かれてみると面白いんじゃないかなと思います。それでカルーラ展、まあインドの方からガルーダそしてカルラという名前に、改良されて、どんどん日本に伝わるんですけれども、彼はですね、日本ではあと別名では金字長という名前もねありますね。で口からは灼熱の炎を吐いて、その炎を、まあ、身にまとう、その炎カルラエンという名前がついています。なんでね、例えばお不動様だったり、そういった他のね明王さんたちとかの後ろにも炎のね、炎を背負ってらっしゃるんですけれども、その炎の名前のことをカルラエンって呼んだりもします。まあ、よく見るとそこのね炎の中にねこういった鳥の顔が隠れててもしますので、今度ね見る機会があったらちょっと探してみても面白いんじゃないでしょうかね。それでそんなガルーダなんですけれども、彼というのは竜をね食べます。毒竜ですね、まあ、悪竜とも言いますけど、それを食べるので、例えば、まあ、竜にもねいろんな種類がありまして、神の使いとなっているね清廉潔白なすがすがしい竜も存在すれば、ちょっと魔の方に偏っている黒竜であったりとか毒竜であったり悪竜といったものも存在します。まあ、例えば箱根神社のところですね、そこの湖でもともと暴れてた竜というのはその悪竜なんですね。まあ、でもその悪竜がまたねその神様に重複された後に改心して、善行を施して今度守り神になるというようなパターンもね多々ありますので、よく修験者なんかはそういった悪竜が悪さをしている土地にこのガルーダの神を呼び寄せて
その竜をね、やっつけるっていうこともね、します。それぐらい、実は、強力かつメジャーかつ、そして特色、見た目もいいですしね、神様なんですね。まあ、特にインドとかインドネシアとか、そこら辺のヒンドゥー教の影響が強い国々の中では、まあ、例えば航空会社の名前がガルーダインドネシア航空であるとか、結構メジャーなね、ところにこの神様の名前が付けられています。で、それでね、実はそのカルラ展なんですけれども、皆さんが知らないところでも意外と深く日本の文化とつながっています。それをね、今日お話しさせていただいて、まあ、このカルラ園というのはその火の象徴でもあるんですけれども、神の火の部分ですね、神、火と水で神って呼ぶんですけど、その火の部分のお話ができたら面白いかなと思っています。 AKB とかでね、おなじみの秋葉原なんですけれども、なんで秋葉原と呼ばれるようになったかご存知でしょうか。これはね、もともと秋葉山っていう山があります。修験道のお山なんですけれども、静岡県であるんですね。で、南アルプスの最南端に立つ、まあ、866メートルぐらいの山ですね。昔はもちろん麓から自分の足を使って登ったんですけど、今は車で頂上まで行ってます。けどかなり急でね、かなりくねくねうねってるんで、もうね、運転不慣れな方とか初めて行く方、あとはね、冬場、ちょっと冬場はそこまで登れるとわからないですけれどもね、そういったところ時はなかなかちょっと登るの難しいんじゃないかななんて思います。で、そこで、そこのね、中腹、だいたいそうですね、下からですね、麓から行くだいたい 80% ぐらい登ったところに、この、本座、秋葉寺っていうね、総本寺がありますね。で、こちらっていうのは行基、奈良時代の構想ですね。行基がそこを開いたというふうなことが一般的に言われてますが、またあとはね、大長っていうお坊さんがね、寄って開いたっていうような言われもあるみたいです。その際、引き返るカエルの背中にね、秋葉という文字が浮かんだ、そこからその山を秋葉山、秋葉さんというふうに名付けたみたいです。で、こちらね、いろんな仏様がね、祀られているんですけれども、有名なところでは三尺坊大権現ですね。三尺坊大権現、これはどなたなのかということで、800年代ですね、800年代の時代に、三尺坊法印という、まあ、修験者さんがいたわけですね。で、その人はもうものすごい法律の持ち主で、まあ、千日間の間山ごもりをして、神通、不思議の妙力、不思議な力ですね、そういったものを得た人だと言われています。形姿も変わって常の背に乗って高昇天、まあ、空にね、昇天したというような伝承があります。で、その方が姿が形変わって神の仮の姿として現れるという形で、三尺坊大権現というような名前がね、ついたということになっています。平安以降はですね、さまざまな武将とこちらにね、参拝してですね、例えば足利氏だったり、新田、あとは上杉謙信、武田信玄、そういった武将たちからの崇敬を受けたというふうに言われています。秋葉さん、有名なのは火伏の神様というふうに言われているんですね。まあ、火伏なんで、例えば住んでいる家が火事にならないように守ってくださったりとか、そういったご神徳があるというふうに言われています。で、じゃあなんで火伏なのかっていう話なんですけれども、実はこの秋葉山っていうのはこの秋葉寺だけじゃないんですね。実は頂上には神社があります。その神社の名前が、正式には昭和27年ですね、全国の秋葉神社の総本宮であることから
秋葉さん本宮秋葉神社というふうに、解消されたとなってます。こちらの神社なんですけれども、これがね、黄金の色に塗られていてね、ものすごい綺麗な神社なんですね。御祭神は火の家具土の大神、まあ、火の家具土、まあ、いろんなふうに言われてますけれども、こちらの神様が祭神として祀られています。でこの火の家具土の神様というのはどういった出自があるのかというとですね、イザナギの御事、イザナギの御事ですね、神を7世の最後に出てきた夫婦神、初の夫婦神から生まれて、まあこの2人の夫婦神がですね、さまざまな神々であったり日本の島々であったりというものを生んで日本神話っていうのが出来上がっていくんですけれども、そこの最後の2人で協力して生んだ子供の神様って言われています。まあ炎っていうのは火のっていうね字を書いてあると考えればね、分かりやすいんですけれど、まあ、その神様っていうのは、最後に生まれた、なぜ最後かというとですね、火の神様であったことから、イザナミの御事が生まれた瞬間にですね、イザナミの御事っていうのは、参道も躍動してしまうんですね。で、それが原因で病気になってしまい、最後にはイザナミの御事は死んでしまって、黄泉の国に行くっていうようなお話に、つながっていきます。奥さんがね死んでしまってすごいショックだったイザナギの御事、旦那さんはですね、怒ってしまって、この本を家具土の神ですね、生まれた後に首を切ってね、殺してしまいます。まあ、そういったちょっとね悲しい最後にエピソードがねある神様なんですけれども、こちらの神社でのねご神徳は火の幸を恵み、悪化を鎮め、生薬諸病を払い除く、火伏せ開運の神として、火災昇天、家内安全、薬除け開運、商売繁盛、工業発展の御霊権を、新たかなるものとして全国津々浦々から信仰されているというような形になっています。でまあ、これはね、秋葉の火祭りとして、火の舞であったり海の舞、剣の舞といっても有名になっている神社です。秋葉神社ですね、火の神様、そして火というのは赤、そして火伏せの神である三尺五体権現で、これが烏天狗がカルラ、カルラ天というのはヒンドゥーのガルラだ、まあ、こういうような流れになっていきます。でね、次回はね神の耳ですね、水の方のご診療よろしくね。